皆さんこんにちは。いつものフードコートで渡されたワンタッチコール受信機の番号が17番、大谷。このチャンネルでは私が過ごす日常の様子を毎日アップしております。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、17という数字を見ると自動的に大谷選手を思い出してしまいます。それぐらい大谷選手の活躍は目を見張るものがあるわけですが、私も少年時代少年野球チームに所属していたので、あの大谷選手の活躍の凄さは分かっているつもりです。私は背番号11番だったかと思います。少年野球で背番号11というのは、レギュラー外ということになりまして、私はベンチを温める要員だったわけですが、最後の試合で監督がお情けでダイソーとして私を使っていただき、私はダイソーに出て張り切って盗塁をして失敗という、試合経験があります。それが私の野球の思い出。あと大谷が鳴っております。はい、料理ができたということで、大谷のワンタッチコール受信機を持って料理を受け取りに行きます。私が頼んだ料理は何なのか、私が戻ってくるまでの間、ぜひ考えてみてください。ヒントは定食。はい、今戻ってきます。私が頼んだ料理は何なのか。17番大谷の受信機と引き換えに、手にした料理はこちら、生姜焼き御膳でございました。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。